おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も幻想乙女のおかしな隠れ家実況プレイ続きやっていきましょう。だいぶ日が明けまして、メンタルが回復いたしましたので続きをやっていこうと思いますよ。もうね、落ち込んで落ち込んで、なんか悲しくて悲しくて全然進められなかったんですが、やっと進められそうですね。あ、ちょっと待って、ちょっとカーテン閉めさせて。よし、カーテンを閉めました。あれ、これ結局どういう状況なんだっけ。あれ、ちょっと状況を忘れてしまった。アンジェちゃんに話しかけるか。ベル、どうしたの。なんでもない、なんでもないんだけど。一体どうしたら、何か手がかりは。あ、そうだ、アンジュちゃんが3回くらいおかしくなって、でベル君がまあこう呼びかけたことによって正気を取り戻させたけど、何かいい方法はないかなっていう状況か。オッケーオッケーオッケー。いやー、助けたいんだけどね。でお父さんにもちょっとなんかバレちゃってるしっていう、そういう状況でしょ。これもう一回読んでみる。これも読んだね。あー、やっぱないな。どうする？ベル君。ベル君どうしたい？あ、でもここですぐ寝られるわけではないか。あれ、どうしたらいいんだ？え、ここ行った方がいい？なんかあるかな、下に。地下に手がかりは。これは読んだもんね。あ、これだ。聞いたことがある。この家にたどり着けるのは、家に招かれた人間だけだって。だから昔は、もし魔女が死んだ今でもその魔法が残ってるとしたら、この魔法にかけよう。もうそれしかない。僕も寝よう。おう。ああ、フライデー。あれやー。そうか、魔法、そうだよね。招かれた人しかこの家に来れないってことは、この二人は招かれてるっていうことだよね。で、その大人たちがこの家に招かれていなければ、ここにたどり着くことはできないってことだよね。うん。で、どうなるんでしょう。うわぁ、音が嫌だね。今までで一番嫌な朝だな。そうだね。うん、これはまあ読んだからいいかな。別に、あとじゃあ、アンジェちゃんに会いに行くか。あ、寝るとあれなんだね。ライフが回復するんだね。ちょっと一回セーブしとくか。あ、うわ、ついに1番目のセーブに戻ってしまった。1番目、セーブ。はーい。よし。アンジェちゃんに話しかけようか。って思ったけど、なんか忙しそうにしてるね。どうした？お。ベル。あ、アンジェ、おはよう。今日も。ベル？どうした？あ！やべ。アンジェ。ちくしょう。またかよ。やべ、なんか頻度増えてないかい？あ、あー。え、あれ、待って待って。あれか？待って待って待って。同時に押さないといけないやつだよね、多分ね。なんでなんだよ。アンジェ、本当は分かってるんだろう。だからきっと諦めるもんか。こんなおかしなことになるなんて、ダメだ。このままじゃ拉致が開かない。一旦別の部屋に避難しないと。え、ここ違うか。ああ、やべ。ずっと呼びかけてれば、ま、追いつかないね、アンジェちゃんは。よし、ここ、ここ。あれ違うの？え？待って。別の部屋って、どこのこと？ここ？ああ、やめて。助けて。あ、助けて。え、別の部屋ってどこ？ここじゃないの？待って待って待って、やばい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 。え？地下は？なんで？なんでいけないんだ？あ、ちょっと待って！これ積んだんじゃないか？積んだんじゃないか？助けてくれ！アンジュちゃん！
死んだ。ち、おいしいわ。アンジェ。ごめん。ごめんよ。ベル君もアンジェちゃんもごめんよ。私はどうしたらよかったんだ、一体。え、だって行けなかったけどな。あ、こっち行けるじゃん。あれ？さっきまで行けなかったよ。あれ？これで。え。はあ。え？ドア叩かれてるんじゃないの、これ。あ。殺される。え、あれ、アンジェちゃん正気に戻ったかい。え、ベル、どうしたの。アンジェ、アンジェなのか。寸前で正気に戻ったのか。そうよ、ベル。さっきの悲鳴、ベルが？なんでもないんだ。ちょっとそこでね、見間違いをしちゃってさ。見間違え？うわー、これって、アンジェちゃん、そう、そうなんだよ。だから、アンジェは気にしなくていいんだ。そうなの？うん。だからさ、僕は大丈夫だから。わかったわ。私の知らないところでアンジェちゃん大暴れしてたんや、やっぱり。お前や俺の知るアンジェは、もうすでに殺された。今の彼女は、確かに姿形はアンジェにそっくりかもしれないが、あれはもう、ただの化け物なんだよ。うわぁ、きつぅ。ちょっと、これはじゃあ、ちょっと一番にそのままセーブしましょうかね。ベルちゃんの様子、ベルちゃんじゃねえわ、アンジェちゃんの様子見に行く？ベル、何かあったの？何が？さっきからなんだか様子がおかしい気がするんだけど、一体何が？は？誰の様子がおかしいだって？別にどこもおかしくないよ。変なのはアンジェの方だろう。様子がおかしいだなんて、アンジェにだけは言われたくないよ。そう。いやー、まあそうだよね。だって様子がおかしいのどう考えたって、ベル君から見たらアンジェちゃんの方が500倍様子おかしいもんな。どうするん？あと。え？また外出ればいいのかな。あ、まだ外に出る必要はないかな。オッケー。他にも調べることがあるのかな？こっち行けばいい？お、勝手に進んだ。お、ベル、その、ずいぶん疲れているように見えるけど。ねえ、ベル、私に何かできることない？音楽。え？僕、音楽が聴きたいな。アンジェ、歌ってくれたりしないかな。音楽、音楽ね。わかったわ。歌ってくれない。あれ？あ、動けるのか。え、どうすんの？あと。またなんか、この辺をぐるぐるしてれば、アンジェちゃん来るかな。私もこっちに行けばいい？はい。ベル、見てこれ、
オルゴールよ。本当だ、これ昔よく聞いてたやつだよね。ああ、これ壊れてるオルゴールね。耳が痛いわ。ベル、変なの聞かせてごめんね。うん、嬉しいよ。アンジェ、ありがとう。それならよかったわ。でも、これどうにかならないかしら。僕に任せて。うん、治ったかな。まあ本当だわ、よかった、ありがとう。思い出のオルゴールを手に入れた。うわー、ちょっと泣けるかもしれん。懐かしいな、これ僕の母さんが持ってたものなんだ。そうだったの。ベルのお母さんあんまりよく覚えてないけど、優しい人だった気がするわ。僕もあんまり覚えてないよ。でもそうだね。ねえアンジェ、母さんはどうして僕の家に嫁いたんだろう。あんな面倒くさい家に。そうか、お父さんとの一件があってこの会話が来るのね。きっと病気になったのだってそのせいだよ。理由？そんなのもちろんベルのお父さんのことが好きだったからよ。たとえ家が面倒くさくたって関係ないって思ったのよ。そうなのかな。でも僕は父さんが嫌いだ。父さんだけじゃなくて狩人の家系そのものが嫌いだ。どうしてこんな家に生まれちゃったんだろう。なりたがってる人は他にたくさんいるんだから、僕じゃなくてもよかったじゃないか。ベル？ん？ベル覚えてる？昔ベルが強くなるためにはどうすればいいか私に聞いたこと。あの時言った言葉を教えてくれたのはね、ベルのお母さんなのよ。その時に言ってたの。ベルのお父さんはとっても強い人だって。だからベルのお母さんはベルのお父さんが大好きなんだって。強い人か。きっとね、ベルのお父さんが厳しく見えるのはお父さんなりにベルが進むべき道を見つけさせようとしてくれてるからなのよ。進むべき道。皮肉だな、アンジェにそんなこと言われなきゃならないなんて。な、何よ、人がせっかく慰めてあげようと思ったのに、もういいわよ。父さんの言う道を信じたらどうなるか、アンジェは分かってないんだろうな。あいつらの様子を見てこないと。いやあ、そうだよな。お父さんの言うことをこう信じて前に進もうとしたら、アンジェちゃんのことをベル君は殺さなきゃいけないもんね。そんなん嫌よね。ベル君そんなん嫌って言ってるもんね。うん、アンジェちゃんもそんなん嫌でしょ。うん、困っちゃいましたね。では外に行きましょうか。でもそろそろだよね。なんか土曜日だっけ、土曜日にアンジェちゃんにここの場所見つかっちゃうんだよね確かね。いや天気悪いな。うわ、なんだ、おお、人の気配がする。あー、そうか、アンジェちゃんを襲撃する準備か。そろそろ準備は。銀の玉は気づかれないようにしないと。いや気づかれるやろ。え、父親とその部下に見つからないようにこっそり移動してください。父親の部下に見つかっても逃げることで回避できますが、父親本人に見つかるとその場でアウトですと。なるほど。うわ、やべやべ、こっちには人がいない。あ、今回は食べ物あるんだ。食べ物手に入れた。今回もヤギの死体必要か。家畜小屋、雑種。あ、鶏の死体になった。
そうか。それではまとめだ。吸血鬼が森にいることは確かだ。装備も整ったな。少し銀の玉が足りないが、まあ下級一体くらいならなんとかなるだろう。作戦は明日決行する。各自自分の役割を覚え直し、明日に備えて休むように。明日。いや、バレちゃう。こうだ。おい。それと、ベルントのことはどうするんだ？そうだ。いくらクォーターとはいえ、吸血鬼とずっと一緒にいるなんて、どんなに危険なことか。もし彼が襲われたりしたら。いや、いいんだ。放っておけ。どうしても狩りの邪魔になるようなら、俺が何とかする。心配じゃないのか？自分の息子なのに。ああ。僕はどうでもいいってことか。あいつは仮にもダンピールだからな。下級の吸血鬼なんかにやられるはずはないさ。それに、狩人の家に生まれたのは、それがあいつの運命だからだ。運命に従うか、逆らうのか、それはあいつの選ぶことだ。お父さんの話最後までちゃんと聞きなさいよ、ベル君。バカうわ、なんで？びっくりさせないでちょうだい。いや、なんか、狼みたいな音が聞こえるわね。え？何？うわ！血の匂いに反応して。ああ、そうだよね。そういうことだよね。嘘。まずい。逃げなきゃ。どうする？ちょっと待って。やばくね？ちょっと待って。ちょ。助けてー！助けてー！危ねえ、危ねえ。はあ。二口噛まれた。どうにか、負けたのか。ああ、だからボロボロだったんだ。帰らなきゃ。うわ、獣にまで襲われて。ひえ。アンジュちゃん、お待たせしました。本日あのヤギではなく、ちょっと小さめの鶏なんですけど、大丈夫でしょうか。ちょっとアンジェ、食べ物を持ってきたよ。ベル、一体どうしたの？別に、何でもないよ。アンジェは何も心配しなくていいんだ。でも、だから平気だって言ってるだろ。いいから放っておけよ。ごめんなさい。あ、いや、こっちこそ。ごめん。辛いにだ。辛いにだ。うわ。血がかかっている。あ、うわー、アンジちゃんの目が据わっている。何やってるんだ僕は。これじゃ本末転倒じゃないか。ねえベル、この料理美味しいわね。そうだね。気まずいにだ。なんで私さっきからなんか韓国語みたいな喋り方してんだろう。作戦は明日決行する。各自自分の役割を覚え直し、明日に備えて休むように。そうだ、こういう時こそ。何？こういう時こそ何？ん？こういう時こそ？なんだこういう時こそ？なんだこういう時こそ？
なんかあったっけ、ちょっと待って、セーブして、ちょっとアイテム、これ思い出のオルゴールかい。アンジェ、あの時アンジェが教えてくれたこと、僕だって今でも覚えてるよ。本当に強い人っていうのは、自分の進むべき道を自分で見つけることができる人のことなんだって。そうして自分と自分の選んだ道を最後まで信じることができる人のことなんだって。信じていたさ、信じていたいんだ。でもなんでなんだよ、僕頑張ってるんだよ、頑張ってるのにうまくいかないんだよ。ベル君泣いてた。そもそも僕がやってることは本当に正しいことなのか、僕がアンジェを苦しめているのか、なら僕は一体。僕は一体どうしたいんだ。は、うわ、うん、な、アンジェを守りたい、強くなりたい。うわ、ここで選択肢、何が違うんだ。アンジェちゃんを守ることも強くなることにはならないのか。いや、いやトゥルーエンドを最後に見たいよ。なんかさ、こうめたいけどね、めたいんだけど、この選択肢にカーソル合わせた時にさ、アンジェを守りたいの時は結構血まみれの選択肢になるけど、強くなりたいの方はなんかちょっと平和的な文字に感じるというか、平和的な色使いに感じるので、アンジェを守りたいから見ましょうかね。アンジェを守りたい。そうだ、僕はアンジェを守りたい。そのために頑張ってきたじゃないか。たとえどうなったって構わないさ。でもここが本当に見つからないって保証もないし、かといって他の村も危険だ。アンジェは僕のことを信用してないし、とにかくやれることは一つだ。アンジェを外に出さないこと、父さんたちが来ないか見張ること。もう寝よう。どうなるんだろう。あ、シンシア。うわ。え。アンジェボ、え、何、シンシアちゃんは何を伝えたかったの。朝か。あ、動ける。うわ、怖。ちょっとそのままやっちゃおうか。アンジェちゃん、あれ、あ、寝てるわ。アンジェは静かに寝息を立てている。カリウドたちは、うわ、じゃあ外に出て見張るか。これ外に出て見張ってる間にアンジェちゃんが多分ここの部屋見つけちゃうんだよね、きっとね。うーわ、
勝手に動いてる。あれ勝手に動いてるけど、今のとここの辺まではこう進行してきてないみたいだね。お、どこここ。狩人たちはまだいないみたいだな。とりあえず隠れ家に戻ろう。いやー、つけられてるんじゃない？場所多分分かってるよ。そこで、ここでアンジちゃんに会うんじゃないの？うわ、いたし！アンジェ、そこで何やってるの？どうしてここが。あ、ベル！まずい。今アンジェに出られたら、一番危険だ。ベル、これ見つけて。どうしてアンジェがこれを持ってるの？こんなもの、アンジェには必要ないだろう。どういうこと？どういうことって何が？ねえ、返してよベル。それがないと外に出られないのよ。外？外になんか出る必要ないだろう。困るんだよね。こんな場所どうやって入ったのさ。これじゃあアンジェが外に出ちゃうじゃないか。ああ。ねえ、まさか私をこの家に閉じ込めたのって。もうダメだ。言わなきゃ、アンジェに何もかも。ねえアンジェ、吸血鬼伝説って知ってるよね？え？吸血鬼はこの村に害をなす恐ろしい存在のことさ。去年も現れた。そして吸血鬼は大量殺人を繰り返し、挙句の果てにこの村の人間を一人吸血鬼にして去っていった。だからこの村には今も一人だけ吸血鬼が潜んでいるんだ。誰にも内緒でこっそりと。でもさ、ねえ、そんな秘密の話、僕がどうして知ってるかわかる？ねえアンジェ、僕は知ってるんだよ。君が吸血鬼だって知ってるんだ。こんなに優しい言い方してたのに、アンジェちゃんには恐ろしい言葉にしか聞こえてなかったんだね。僕だけじゃないよ。父さんもその部下もみんな知ってる。今日は君の処刑が実行される日なんだ。だから僕は君のことを助けるために君をここへかくまったんだ。あ、僕のことが信用できないかもしれないけど大丈夫。僕は決めたんだ。僕だけは何があっても絶対にアンジェの味方でいようって。それが僕の信じるべき道だって。だからアンジェ、僕は絶対に君を、アンジェ、怖がらないで。外に出たらダメだ。君は、アンジェ、
変わりませんよね。いやー、うーん、多分あの完全にアンジェちゃんが、まあ、吸血鬼になってしまったじゃないですか今。でその吸血鬼になる、完全に吸血鬼になってしまったきっかけが、多分そのベル君への信頼が崩れてしまったことなんじゃないかなって思うんですよね。そのベル君のことを信用してたからこそ、信頼してたからまだ完全にあのアンジェちゃんが消えていなかったんじゃないかなって思うんですよ。うーん、でもそのベル君が話の説明の順番が下手くそなせいで完全にアンジェちゃんはこうベル君のこと信用できなくなって、もう精神が崩壊しちゃったんじゃないかなっていう風に考察するんですけど、どうでしょうか。つらに、つらいよ、つらいよ。いや、とりあえずね、一旦バッドエンド回収したので今回はこの辺で終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。次、強くなりたいと願ってみましょうかね。それではまた次回お会いしましょう。おつぴよです。